みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター講師の滝沢でございます。チャンネル登録者さんが10万人を超えてしまいました。えらいこっちゃで、これどうしたらいいんだろうかな。うわぁ、つこごごごごごっていう感じの、なんかそういう感じの、どんな感じかわかんないですけど、まあ、そんな感じのいつもの恒例のご挨拶の動画でございます。そして、いつもの恒例のごとく、ギターに役立つような情報とか知識はあんまり出てこないと思いますので、その辺はお気をつけくださいませ。ババババババンつって。お時間があるときにのほほんと楽しんでいただくための動画でございます。その辺お気をつけくださいませ。よろしくお願いします。ズバーバーという感じです。はい。まあ先ほども言いましたけれども、チャンネル登録者さんが10万人を超えてしまいました。いろんな方から10万人超えてますよって連絡もらったりとか、10万人おめでとうございますとか、すごいですねなんてコメントもらったりとかもするんですけれども、まあ、自分としてはまあひたすら恐れ多いといいますか、恐縮といいますか、なんかもうすごいもう感謝の気持ちでいっぱいでございます。がしかし、正直な僕の気持ちとしては別にこう、なんか特別なことをやってるっていうわけでも特にないので、なんかこう平常運転っていうんですかね、なんかこういつものこう日常をブラブラブラと繰り返してたら気づいたらこんな感じになっちまったっていうところがすごく気持ちとしてはすごく大きくって、まあ俺でもできんだから誰でもできんじゃねえのっていうところも少なからずあるような、まあ、今日この頃でございます。でもそんなこともないのかななんて思うことも少なからずありますが、でもまあ冷静に考えてみてもね、そのチャンネル登録者さんが10万人になったりとか、なんか動画の再生回数が3000万回近くなったりとかするのは、これはまあ、一人じゃできないことですからね。本当にいつもこうやって動画をご覧いただいている皆様一人一人のご協力とご理解と、応援があってのことですので、この数字はもうそういう応援なしでは成り立たない数字なので、まあ、その辺に関してはすごく感謝をしております。本当にありがとうございます。なんか本当にいつも好き勝手やってすみません。なんかいつもいつも余計な話とかこう雑談とか、なんかこうね、時間泥棒なことをして、すごく申し訳ないなという感じです。まあ、この動画も時間泥棒なんだけどね、お前の時間を盗むぜ、まあ、これやめよう。まあ、そんな感じで、この動画も時間泥棒になってしまうかもしれないんですが、まあ、もしお暇の時がありましたら、のほほんと楽しんでいただけると嬉しいなという感じでございます。で、まあ、いろんなフリートーク動画を今までその上げてきて、まあ、いろんな話をしてきて、まあ、今回もなんか話をしてみようかなと思ったんですけれども、ちょっくらこう目線を変えてみようかなと思いました。今まで練習しろとか、なんかこう続けろとか、なんかそんなような、なんかこう前向きなポジティブな話はたくさんしたんですけれども、ちょっと今回はもう少しこう後ろ向きな話をしてみようかなと。まあ言うほど後ろ向きじゃないんですけど、それは何かと言いますと、辞める理由についてという話をしてみようかなと思います。辞める理由。まあ、物事を続けていれば、まあ、いつかはその上手くなって上達してマスターすることにもなって、結果にもつながってってなるじゃないですか。まあ、それは当たり前のことです。もう続けりゃいいんですよ、平たく言えば。続けりゃいいんです。何でもかんでも、とりあえず。でも、まあ、続けられない時も少なからず出てきてしまうと。でも、言い方を変えると、見方を変えると、やめなければ続けるわけじゃないですか。続けりゃいいっていうのは、やめなければいいということなわけですよね。じゃあ、逆に続ける理由とかよりも、辞める理由って何だろうかって、ちょっと今回考えてみようかなと思ったんですよ。辞める理由が分かって、辞めなくなれば続けられる。そんな感じでしょうか。いろいろこうわーっと考えてみたんですけれども、辞める理由、ちょっと3つに絞ってみました。よかったら皆さんのケースに当てはめて考えてみてください。1、一番よろしくないケース。できれば避けたいケース。辞める理由その1、諦める。これはやっぱりできる限り避けたいですよね。もう俺には無理だとか、俺にはできないとか、もう才能が追いつかないとか、なんかそんな感じでその自分にこの無理、なんかもうダメ人間ってわけじゃないですけども、裏切ってしまうこと、自分を裏切ってしまうこと、これはまあできれば避けたいですけれども、まあ、やめる理由としてたくさんいろんなところにあるかと思います。まあ、僕もたまにはあります。でも、どうしようかな。まあ、いや、ちょっとその話は後にさせていただきましょう。自分にもう無理だと言い聞かせてしまって、諦めてしまうこと。これはできれば避けたいですけれども、まあ、こうやってやめてしまう場合も、まあ、あるかと思います。でも、できれば避けたい。二つ目、諦めるの次は、お恥ずかしながら、これ、私、すごくよくあります。飽きる。続けている途中で楽しくなくなっちゃって、なんかついつい日常の中からこうポイッと忘れてしまって、飽きてしまうこと、忘れてしまうことでございます。でもまあ、これはある程度は仕方ないかなと思います。だって飽きる、続けられない、忘れてしまうということは、つまり楽しくないということじゃないですか。
楽しくないことを無理して続けるのも馬鹿らしいし、楽しくないというのは、まあ、ある意味才能がないと捉えても差し支えないと思うんですよ。楽しいと思えることが才能がある。楽しくないと思えること、楽しくないと思うことに関しては才能がない。まあ、そう思って僕は問題ないと思うので、もしこうガーッと続ける中で、もうね、続けることが苦痛で、もう楽しくなくて楽しくなくて、もうこんなに何でやってんだろうって思うようだったら、もうそんなもんとっとと忘れた方がいいと思うんですが、でもできればやっぱ避けたいかなという感じです。でも、もし飽きてしまったら、これはまあ仕方がない。仕方がないです。まあ、これこそが才能がないと思っても差し支えないと思います。お恥ずかしながら僕も結構あります。そして3つ目、できればここを目指したいです。辞めるにしても。辞めるときはここを目指したいです。それは何かというと、満足することということです。まあ、ちょっといろいろ偉そうにベラベラと喋ってますけれども、もし僕にちょっと特別な才能とか、特別な能力とかがあって、ちょっと皆さんと少し違うところがあるとしたならば、僕は辞めるとき、まあ、とにかくその物事を続けるときですね、物事にチャレンジするときは、まずここを目指すんですよ。満足すること。基本的にはその諦めない。で、諦めるか、諦めるじゃないや。諦めるは、これはもう候補にはない。で、途中で飽きるか、満足するか、どっちかって感じです。もう楽しくなくなるか、それとも自分に満足しちゃうか、どっちかって感じです。ちょっと僕の経験の中から一つ、かいつまんでお話しさせていただきますと、水泳、プール。一時期動画の中で僕がベラベラと喋ってたので、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、一時期すごいプールに通っておりました。僕が29歳になった翌日、朝こうふと、布団から起きて朝目覚めたら、なんとなく急に泳げるようになりたいなと思ったんですよ。それまで25メートルなんか一回も泳いだことないような、その筋金入りの金槌でございましたが、なぜかその時、ふと、泳げるようになりたいなと思ったと。まあ、29歳にもなったし、まあ、泳げるようになってもいいんじゃないかなと思って、まあ、とりあえず1000メートルぐらい泳げるようになりたいなと、なんとなくすげえ漠然と思ったんですよ。まあ、でも俺ならできんじゃないかなみたいな感じで、なんかこう漠然とした、なんかこう自分の自信があって、まあ、そのままね、朝起きたらシャワー浴びて着替えて、スポーツ用品店に行って、この夏とか海水パンツって言うんですか、海水パンツとゴーグルと帽子とタオルとか、なんかそういったグッズを揃えて、まあ、そのまま市民プールに行って、まあ、プールにシャポンと使ってみると。まあ、なんかよくわかんないけども、まあ、1000メートルぐらいは泳げんしょっつって、とりあえずまあこうジャバジャバジャってやってみると、まあ泳げない、当たり前ですよね、泳げないです。で、こうその日3時間ぐらいプールいたと思うんですけども、ひたすらこうジャバジャバジャバってやってて、まあ、死ぬ気で足がつる思いをして、25メートル1本泳いで、まあ、もうその日はもう惨敗という感じです。で、家に帰ってきて、しまった、1000メートルって結構つれえかもしんねえぞ、これと。なんで、しょうがないから、Google 先生に聞きまくったりとか、なんか本買ったりとか、DVD 買ったりとかして、いろいろフォームを見たりとか。で、その後もそのプール行くごとに、その周りの人のフォームとか観察したりとかして、うわ、あの人すっげえ速いけど、なんであんな速いんだろうみたいな感じで、フォームをチェックして、ちょっと見よう見まねしたりとかして、結果的に9ヶ月後、週に1回、2回ずつぐらいずっと通って、9ヶ月後ぐらいに50分ぐらいかけて、1000メートル泳ぐごとに成功いたしました。もうその時にね、もう結構この満足感、充実感がふわっときまして、まあもう1000メートル泳げれば、もう別に誰も文句言わないでしょうと、もうそこそこできたでしょう、上出来だよ、俺と。よくやったみたいな感じで、もうそこからもうそのプールはもうぷっつりと行かなくなってしまったような感じです。まあ、たまになんか月に1回ぐらいその気分転換みたいな感じでプール行ったりとかするんですけれども、なんかこう新しい目標を立てて、もこれに向けてやるぞみたいな、なんかそういうのはもうない感じです。なんか普通にできる範囲で。自分の楽しい範囲で続けられればもういいかなという感じで、まあ、そのプールはそこで満足という感じです。ほかにももう一つぐらいその満足エピソードみたいなのを挙げさせていただきますと、そうですね、まあ、すげえたくさんあるんですけども、例えばダーツとか、この矢を投げるスポーツあるじゃないですか、ダーツとか。あれ、一時期すっごいハマってて、毎日毎日その投げに行って、なんかボード買って、家にもボード設置して、家でも練習するぐらいすごくハマってたんですよ。で、こう、ダーツのランクみたいなのがあって、一番下から C、CC、B、BB、で、A、AA と、まあ、AA とか、なんか WB とかって言い方するんですけれども、まあ、こんなランクがあると。で、始めたばっかの頃って、やっぱりこの辺をずっとこう、うおさおするんですよ。で、こう、何ヶ月かずっとこう投げっぱなしにしてて、なんとなくコツをつかんできて、ああ、なんかブル、その真ん中に入るようになってきたぞと。まあ、こんくらいできるようになってきたら、なんかとりあえずまあ BB ぐらいまでいきてえなみたいな感じで、まあ、ひたすらこう練習を続けるわけですよね。で、あるとき、ぷっとこの BB にこのランクが上がって、結構
満足したような感じです。まあ、こんだけできれば十分でしょうと。まあ、こんだけできれば友達と遊びに行ったときに、ダーツしたときに、まあ、そんなに問題はないでしょうと。まあ、そんな感じで、その BB になったときにもダーツはもう満足したという感じです。もうこれ以上は別に練習しなくてもいいかなと。まあ、たまに投げれれば十分楽しいよと。そんなにたくさん練習する時間があったら、まあ、ギターでも練習しようかなみたいな感じで、もダーツはそこで満足という感じです。他にもその簿記の勉強だったりとか、なんか英語の勉強だったりとか、なんかいろいろこう、まあ、たくさんあるんですけれども、まあ、そんな感じで僕が物事にチャレンジするときは、とりあえず満足することを目指すということでございます。基本的に諦めない。で、唯一諦めたことが一つありました。いや、二つぐらいあるんですけどね。二つぐらいあるんですけれども、まあ、唯一諦めたことをお話しさせていただきますと、僕が本当に苦手なもの、これです。HTML。簡単に言うと、そのホームページを作るプログラミング言語という感じです。そのホームページを作るときにはその HTML という言語があって、それをこうカタカタとそのプログラミングしてその作っていかなきゃいけないんですけれども、僕はこればかりはダメですね。こればかりは本当に才能がない。もうこればかりはできる気がしないというレベルで諦めております。なんでかというと、この HTML ってそこそこ計画性がある人じゃないとなんか作れないんですよ。もう僕、全く計画性がなくて、その行き当たりばったりというか、なんかこう言って、こう言って、こう言って、こう言ったらなんかうまくいきましたみたいな、そういうタイプなので、HTML には全く向かないんです。なんかこのホームページを作るときというのは、その横幅がいくつぐらいで、このぐらいのサイズで、縦幅がこのぐらいのサイズで、で、これは何入れて、ここは何入れて、ここは何入れてみたいな、なんかそういう箱、div っていうんですけども、なんかそういう箱をこう設定するわけですよ。で、ある程度その設計を知って、こんな感じにしよう、こんな感じにしようという仕様書を作ってから実際にプログラミングに入るんですけれども、僕の場合は最初の設計のときに何も思い浮かばないんです。なんかこれどうしたらいいのかなと。なんかよくわかんないけど、こんな感じ、こんな感じって、すごいこう適当に配置したんですよね。で、そこから全然思いつかないから、まあこんなもんだべみたいな感じで、まあ、実際こうプログラミングを開始するわけなんですが、配置して、配置して、配置して、で、このぐらいになってくると、あ、ちょっと最初からやり直したいみたいな感じで、またこう全部やり直して、ちょっと組み直して、またこう組むでやると。なので、その進んで進んで進んで、全部ぶっ壊して最初からやり直して、進んで進んで進んで、全部ぶっ壊して進んで進んで進んでみたいな感じでやってるから、いつまで経っても完成しないんですよ。これ本当に。なので、HTML 組まなきゃいけない場面になってきたら、もう必ずどこかから素材を借りてくるとか、もう誰かに投げちゃうとか、お任せしちゃうとか、もうできる限り自分では HTML に触らないようにしております。こればかりは本当に向いてない。これはもう唯一数少ない諦めるという感じです。どうでしょうか。ちょっと僕の経験からちょこちょことお話をさせていただきましたけれども、皆さんが今チャレンジしていること、続けていること、もしくはその辞めてしまったこと、この中でいくとするとどうですかね。諦める、まあ、これはできる限り避けたいです。で、飽きる、これは、これもできる限り避けたいけど、でも飽きちゃったらもうこれはしょうがない。で、満足する。やっぱここを目指したいですよね。同じ辞めるにしても、自分に満足するレベルまで持っていくのかどうかということでございます。ある程度その満足するところまでいったら、ね、その自分に自信につながりますし、ああ、ここまでできれば俺上出来だよなんて思えたらすごい嬉しいじゃないですか。その達成感がまたその新たな物事にチャレンジする動機になったり、そのやる気になったり、パッションになったりするわけなので、ある程度その目標を設定したら、そこまではとりあえずまあ頑張って、で到達したらこれから続けるのかどうかを選ぶ。そんなところまでいけたらすごくいいですよね。なので、僕からのお願いとしては、もし皆さんがこれから何かにチャレンジするときがあったら、チャレンジすることがあったら、チャレンジしていることがあるならば、まずは満足するところまで目指していただけるとすごく嬉しいなという感じです。当たり前ですけれども、その僕の場合は、まあ、ギターをはじめ、ピアノ、ドラム、その楽器全般、まだまだ全然満足しない感じです。もうひたすら練習続けてて、今でもなんか、あ、俺うまくなったかもしれないなんていう調達の実感があったりするぐらいにもりもりと練習しておりますが、まだまだ上手くなりたい。あと1200倍ぐらい上手くなりたい。なんかいつまでこれね、なんか続くんだろうかとかね、いつ満足するんだろうかっていう、なんかそういう永遠の闇みたいなところがちょっとあるんですけれども、まあ、楽器に関してはひたすらまだまだ続けたいなという感じです。あと料理とかも、僕すごい料理が好きなので、なんかいろんなものを食べることもどんどん続けていきたいし、ですし、作ることも続けていきたいですし、なんかいろいろこう試行錯誤、知識を得ること、本を読むことも続けていきたいと思っております。まあ、英語に関しては、だいぶ満足の域に入ってきてはいるんですけれども、単純に練習が足んねえなというところがすごくあるので、もうちょっとこう
なんか練習をこうガーッと積み重ねて、もうちょっとこうしっかりと身につけてから満足したいなというところでございます。割と満足の域には来ているんですけどね。まあ、そんな感じで、辞める理由というものについてお話をさせていただきました。僕からのお願いとしては、やはり辞めるにしても満足するところまで続けてほしいということでございます。そうすると、なんかまたこう新たな世界が見えてくるのではないでしょうか、なんつって。で、まあ、さっきプールの話をしているときに言いましたけれども、根拠のない自信を持つことも結構大事です。なんかよくわかんないけど、俺できんじゃねえかなと。なんかやったことないけど、大丈夫じゃねえかなみたいな。まあ、その根拠のない自信は結構大事だと思います。いや、俺なんかできるかどうかわかんねえよとか、なんかどうせ無理じゃねえかななんてね、なんかやるよりも、ああ、多分大丈夫。なんとかなる。きっとなんとかなる。まあ、なんとかする。みたいな。まあ、そんなモチベーションで向かっていった方が、まあ、何かとスムーズに運ぶかなと思います。ただし、HTML、こればかりは僕はダメです。苦手なものもたまにはあるということでございますよ。はい、そんな感じです。どうでしょうか皆さんの物事をいろいろこう当てはめて考えてみてくださいませ。そして満足を目指してみてください。それではまただいぶ長くなってきたので、この辺で終わりにしましょう。また違う動画でお会いいたしましょう。ギターも料理も、そしてこういう YouTube の活動とかも、まだまだ僕は満足せずにわーっと続けていくつもりですので、よかったらこれからも楽しんでいってくださいませ。それでは違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。